枠王は高速マリントランスポートが保有し、防衛省がチャーターする、可客船。民間船を自衛隊や在日米軍の輸送にチャーターしたものである。平時の訓練や整備は、元の所有者である新日本海フェリーが受託している。防衛省にチャーターされる前のスズラン、白王は、新日本海フェリーにてスズランとして運用されていた、船をチャーターし運用開始したものである。 同社での心臓線投入による定期運用終了により継戦となっていた。この名前を持つ自衛隊が使用する船としては2代目。初代は千代鶴型総海船の白鸚である。船名の白鸚は新日本海フェリーのロゴにもある白いカモメにちなんでいる。同型船に水船がある。自衛隊が要船した民間フェリーについては、 2011年の東日本大震災に際して良好な高速性能を持つナッチャンワールドが注目され被災地を含めた自衛隊の車両輸送にしばしば活用された。しかし同船は総道船でトラックの輸送能力が低く専用岸壁を必要とするなど運用上の制約も高かった。本船は通常の船型を持ち、また 全長200メートル未満のため巨大船の規制も受けにくく、トラック122台乗用車80台と車両の積載能力も高い。既存の海上自衛隊輸送艦では、大隅型輸送艦がトラック65台を積載可能であるが、災害派遣などの経験から、より輸送力の高い輸送艦が求められていた。本船は民間船時代には、鶴が マイズルなど遠隔地から24時間以内で、北海道内ちに往復可能な性能が求められ、航海速力29.4ノットと近年の旅客フェリーとしては破格の高速性能を付与されていた。なお、後継のスズランでは、燃費等の問題から、わずかに航海速力は抑えられている。全長199.5メートル、幅25.0メートル、航海速力29.4ノット。 外観は定期戦時代と大きな変化はないが、当色は黒白のツートーンに変更され、煙突にあった新日本海フェリーのファンネルマークも削除され、灰色に塗られている。また、2層の車両看板の間に定期戦時代にはなかったスロープが設置された。石川島張間重工にて1995年3月、竣工、1996年6月11日に、 スズランとして就航する。就航当時は、日本最速のフェリーであり、30時間近く用していた、オタルツルガを20時間で結ぶなど、北海道航路の大幅なスピードアップに貢献した。しかしながら、巨大船としての規制を避けるために全長を200メートル以内に、抑えた一方、高速性の確保のために船長に対する船体幅の、比率を小さくした結果、在来船より、 船体幅が若干細くなり、加えて高速航行のために旅客の側面で北地入りを制限したことで居住性に劣るなどの問題点があった。このため2004年に登場した浜ナスアカシアでは巨大船規制を感受し、船長を200メートル長級に拡大することで船体幅も拡張、またプライベートテラスを増設した客室を大幅に 増やすことで居住性の向上を目指した。また、両船では最新型のポット推進機を採用したことで、スズランや両船の水船を上回る高速性を確保した。一方、本船は就航から15年以上が経過し、性能の陳腐化と内装の老朽化が進行した。このため、浜なス、アカシアの技術を反映し、 これらと同等の船体を有しつつ、さらなる運航コスト低減と有害物質の排出量削減を目指した二代目スズラン、二代目水イが2012年に相次いで就航。これにより本船は二代目スズランと入れ替わる形で2012年6月19日に運用を終了した。元来自衛隊には独自の病院船を保有する計画があり、政府内でも検討が進められていた。 米国では、マーシーなど、多数の病院船が運用されている。しかし、心臓では、建造費用が350億円かかり、維持費も高価であることから専用船の心臓や、中古船改造は断念され、大規模自然災害や、武力紛争など、有事の際は、既存民間輸送船に、野外手術システムを搭載して対応する方針となり、今後試験運用が行われる予定とされる。 自衛隊では2014年度から白鸚、ナッチャンワールドの試験運用を開始し2015年より民間資金により設立された両線を保有する特別目的会社と20年間の使用契約を締結し PFI 方式による運用を行う方針であると発表した当初防衛など有事の際の運用に際して民間企業の船員を使用すると 紛争地域への立ち入り制限を受けるなど制約が生じることが考えられる。このため、船員は主に予備自衛官を活用し、通常の訓練及び整備は従来通り、新日本海フェリーに委託して行う方針である。2016年3月には PFI 法に基づいて、設立された特別目的会社、高速マディントランスポートが保有する形で、 防衛省と2025年12月末まで10年間の輸送使用契約を結んだことが明らかとなり、本線は同年4月1日付で新日本海フェリーから高速マリントランスポートへ20億円で売却された。その際に全席港が小樽から東京へ変更された。本線はアイオイ港を事実上の母港として運用されている。 総務省無線局免許状等情報なお無線局の免許人は高速マリントランスポートではなく同社の PFI 事業のうち船員雇用と運航を担当する豊かシッピング株式会社世界の感染、日本経済新聞自衛隊輸送契約船使えず読売新聞防衛大臣が自衛隊に破壊措置命令を発動船員新聞 2016年後、被災地を救え、熊本地震救援に出動した艦船と航空機、世界の感染第838周回忍者、被災された方の休養施設としての船舶の活用について、国土交通省開示局内公家、九州運輸局開示振興部、2016年5月10日へ覧、AB、防衛最前線、自衛隊で、 第2の人生北海道と本州をつないだフェリーの白鸚なっちゃんワールド産経ニュース2017年2月25日閲覧 AB 八代港に停泊中のフェリー白鸚への乗船について防衛省自衛隊2017年3月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年7月16日閲覧防衛省が p f i 方式により契約している民間船舶、白鵬の活用について、防衛省、2018年9月11日閲覧、民間船舶、白鵬入浴サービスについて、防衛省、2018年9月11日閲覧、被災者に民間客船、白鵬を無料開放倉敷紙が3日から、産経新聞、 https://www.sanki.com/.est/.news/.180731/.wst1807310115-n1.html 民間船舶白王による宿泊支援等について防衛省2018年9月11日閲覧 北海道震度7地震フェリー、白王が、入浴ーー支援へ防衛省が、西日本豪雨に続き要請。産経新聞。https コロンスラッシュスラッシュヘッドラインズ .yahoo.co.jp スラッシュ hl a、a イコール2018万911から00000538、酸素 c ハット、防衛省が、PFI 方式により契約している、民間船舶。 白王の活用について、防衛省。2018年9月11日閲覧。防衛災害のツイート。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための帰国法人等の救援にかかる災害派遣の実施について、防衛省。2020年1月31日閲覧。新型コロナウイルス感染拡大を受けた防衛省。 自衛隊の取り組みから防衛省災害時、多目的船に関する調査、検討。日本経済新聞。なっちゃん防衛輸送船に。ウェブ等を。オリジナルの二千十六年三月十七日時点におけるアーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .iz スラッシュ NGNCJ 新日本海フェリー株式会社。 ゆうか証券報告書、第49期。金融庁。https://disclosure.edinet-fsa.go.jp/.e01ew/.blm-incon-tr-ol-ler.jsp、うじバーブイコール w00z-1000、イニシャライズ&、うじビーン。 イコールイーク、ビーン、イーキ 00Z10 ビーン&、ディドイコール W00Z10&、ピトイコール W1E63011&、セシャンキーイコール1兆4676億2319万 3946&、LGKBN イコール 2& アンド、PKBN イコール 0&、SKBN イコール 1&、DSKB イコールアンド&、 アスコーブイコール &DFLG イコール A&、アイファローグイコール A&、プリートイコール 1&、ムルイコール E6%96%B、0%E6%97%A5%、E6%QC%AC%E6%、B5%B7%E3%83%95%、 E3%82%A7%E3%83%A%E3%83%PC&FLS イコールオン &Calorie イコール 1&ELI イコール H&YAI イコール &MON イコール &PFS イコール 4&LOW イコール 100&IDOX イコール 0&STR イコール &KBN イコール 1& FLG イコール&、書類管理の、イコール S1007 ユグッド&、S イコール S1007 ユグッド2016年7月4日、閲覧。ありがとうございます。